はい、皆さんこんにちは、直道です。今日の動画はですね、先日に、引き続き高橋真理さんの関係の、動画になるわけなんですけども、先日27日にですね、玉木雄一郎のね、記者会見、その前日にはね、国民民主党の選対の、選挙対策委員会、国民民主党内のの会見っていうのが、ありました。で、この2つを聞いてみた感想は、高橋真理さんがね、おそらく多分まだ余罪がありそうだなっていうね、そういう印象があったなっていうね、もちろんね、生活保護の不正受給とかも、もちろんダメですよ。もちろんダメなんですけど、もちろんね、国からの叱りは免れない事案ではありますよ。で、国民民主党の、発表では、過去にだから、過去になんかその、無視ができないその、重大な、違法行為っていうのが見られたと思う。で、玉木雄一郎はなんて言ってたかって言ったら、要は政党としては、要は推薦を取り消す。この理由としてはね、この一言で十分なんだと。ただ刑事沙汰っていう風になってくると、それはまた話は別でっていうね、話をね、玉木雄一郎は、していてですね、つまり、玉木雄一郎自身というのね、裁判にな、裁判だったりとかね、あとは粉々になったりっていう時に、もっとちゃんと詳しい話をね、本人から聞かなきゃいけないっていうねところはあるもののね、
まあ、ただね、そこまで話踏み込めないですからね、その一個人のあれとしてはね。まあ、身体検査といってもね、まあ、男性と女性とではね、また違いますからね。それね、男性と同じような感じのところまで踏み込んでしまうと、ね、まあ、相手女性ですからね、そのセクハラだとかパワハラだとか、まあそういう話まで踏み込まなければならない。まあだから、まあ男性、その、まあ、例えばラウンジで仕事をしていました。じゃあ、その時に何かありましたなかったんですかみたいなところまで踏み込んじゃうと、まあ、パワハラっていうふうにね、言われかねない。まあ、一昔前だったら OK でしたけども。で、またね、まあ、女性ですからね、本当にね、でも今回の話になっただけでも、ね、思いっきそ泣いちゃうような精神しか持ってない人ですからね。っていうことはどういうことかっていうと、っていうことは、政治家になってもね、まあ、いろんな批判っていうのはね、耐えられなかった可能性がある。ってなってくると、ね、政治家にならない方がよ、まあ、なんなくて正解だったっていうね、まあ、そういう考え方もありますよねっていう。だってね、あのまま政治家になった場合に、まあ、簡単に言うと報道陣にね、追い詰められてね、そのまま自殺しちゃう可能性だって考えられましたよね。報道陣がそういうことをするかどうかっていうのはね、また話は別ですけどね、報道陣って結構あれじゃないですか、根掘りは掘り話を聞く、まあ、それがね、仕事だからしょうがない部分あるんですけど、それは仕事だからね。しょうがない部分はあるとは言ってもね、ね、そういう面もね、メディアっていうのはね、往々にある世界なんですよね。なので、まあ、過去にそういうことをやっていたということはね、本当に、まあ、そういう疑いを、ね、やっていた可能性があるっていうね、それが判明して、じゃあ、
まあ、じゃあそういう事実があるんだったらちょっとね、出馬は控えましょうかっていうのはね、まあ、当然の話だし、でその当然の話を出されて、大泣きしてしまうような精神を持っているのであれば、それはもう出馬したところで、まあ、そう、マスコミに囲まれたら大泣きして終わりであることはね、これはもう間違いない。だから、まあ私はね、玉木雄一郎とね、国民民主党をまあ信じておりましたけども、で、まあ私のね、まあ印象になるのかなっていうのがですね、だからまだ何かありそうだなっていう、まあ裏みたいなのっていうね、まあそんなまあ印象でした。でまあまあ本人の会見だけじゃね、まあ、本人の会見っていうかね、本人の動画見ましたけどもね、高橋真理さんの、ね、言い訳なのが、まあ、事実を喋ってるようにはね、まあ、聞こえなかった。まあ、だからといってね、まあ、まあ、事実じゃないっていうのは、要は玉木雄一郎ほか、船体、まあ、都連の船体ですよね、まあ補選の選挙対策の、まあ、議員たちがまあそのラウンジを理由、ラウンジで働いてた過去を理由に、まあ、その、辞退させたっていうのがね、それが事実だとはね、どうしても思えなかった。し、まあ、まあこっちもねいずれ判明するのかなと思うんですけど、これね、なんだろうね、あの動画が合成である可能性をね、感じて、そのまあ動画をね漁ろうとして、まあね、ようやく見つけてね、まあ それでね、その見てみたんですけど、まああれがね、合成だとは到底思えなかった。で、そして彼女がね、
彼女の主張が正しいとするならば、どう考えても不正受給にしかならない。で、玉木雄一郎の会見を聞くたび、その聞いたときに思った印象が、あ、これは多分他にも余罪があると感じたから、多分それだけじゃないんだろうっていうね、そこまでの確信があるかどうかわからないけど、なんか他にもなんかありそうだなと思ったから、多分出馬を辞退してくれっていうふうにね、言うに至っただろうなっていうのは、ちょっとね、会見を、見てて思ったっていうのがね、第一印象ですよね。いずれにせよ、ね、こればっかりがね、何かしらね、対策っていうかね、立てなくちゃいけなかったんだろうなっていうのはね、思っております。ということで、本日はこれで、終わります。情報がない中でね、というよりはね、記者会見とね、例の高橋真理さんの動画しかない中でのね、動画、を撮ってですね、昨日なんかはね、情報が少ない中で、そもそもラウンジってどんな仕事なんだっていうことで、3000から5000円時給もらえてますよっていう。じゃあそんな中でね、仕事をしたら最大どれぐらいもらえるのか。で、昨日ね、言った通りで15,200円以上ね、月もらってればね、生活保護をもらってても、それは不正受給になりますよっていうね、ことになっていうね、話だったりっていうのがね、あるんで、じゃあなく働いて、じゃあ生活保護をね、そのもらわないように調整するためにはどうすると違法じゃない、これだったら違法じゃないっていうね、ことだったりっていうね感じで、検証しましたけども、無理やりでしたよね、先日の動画はね、いう感じのね、違法ですよねっていうところでね、他にもなんかありな気がするなっていうところでね、今回は終わります。じゃあ